はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。佐川信之様、ご支援ありがとうございました。浦安支部長ですね、別にいいのに何回もすいません。なんだか、今日の都内っていうか私の住んでるところは37度、サボテンも枯れる暑さ、熱中症にご注意ください。私のおばさんがそれで亡くなっております。久しぶりにですね、あのハエトリグモの踏みを外に出したり潰したりしないで部屋で放置している踏みを見かけたんですけれども、一回り小さくなっておりました。別な個体だなこれな、踏みをじゃないな、踏みをはどこかに行っちゃったんでしょうか、外に出て行ってしまったんでしょうか。一回り小さいハエトリグモを見つけたんでカズオと名付けて、放置してあります。NHK 名古屋放送局ディレクター鈴木夏樹32歳、自宅で知人を殴り、傷害で逮捕、傷害で逮捕だから怪我させたんでしょうね。怪我してない場合は暴行で逮捕ってなりますから、一般反応です。 NHK なら驚かない、ニュースを自ら作り出していくスタイル、自宅で殴ったって DV、 示談で終わりそうなもんだが、そんなに大怪我させたんか。日本犯罪者協会、逮捕者出さない年はない。 NHK 本名と国籍は、NHK の犯罪率は一般企業の50倍、和田政宗参議の計算ですね。多分逮捕者数の比較なんでしょうけれども、逮捕されない年はないな、逮捕されない月がないの間違いでは、 NHK 職員がこんなに犯罪係数が高いのは日本人が嫌いだからでは、だから日本人を殴ってしまうとか、日本人を騙してしまうであるとか、ドミネーター向けたらカンストするんでは NHK 職員。2019年に28歳で NHK に入って32歳ってでもうディレクターって、これがなんかなのかな。ディレクターならですね、あの年俸2000万円は堅いだろうに、高収入も暴力性の歯止めにならんかったんだろうか。本名と国籍は、鈴木って本名か。そう疑われるのは日頃の行いが悪いせいですよね。例えばですけど、韓国籍なんて言うと名前出さねえんだもん。なんでか知んねえけどさ、NHK とかテレ朝とかさ、内申は女性の経産省職員、50代男性、女子トイレを使わせてくれ裁判なんですけれども、尾行です。この方、戸籍は男で、健康上の理由で未手術、免疫が低いであるとか、糖尿病の毛なんてあると手術、傷の治りが遅いんで手術とかできないことがありますよね。女性ホルモンで、定期的に女性ホルモン注射してて体はふっくらしてるそうであります。令和3行秘285号裁判、最高裁判決、現時点ではトランスジェンダー本人の要望意向と他の職員の意見反応の双方をよく聴取した上で、職場の環境維持安全管理の観点などから最適な解決策を取っていくという以外にない。今後この種の事例は社会の様々な場面で正規、って読むのかな、正規でいいんですかこれ、ちょっと見かけねえ字だねこれ、正規かもしんないな、していくことが予想され、それにつれて頭を悩ませる職場や施設の管理者、人事担当者、経営者も増えていくものと思われる。すでに民間企業の一部に事例があるようであるが、今後事案の異なる積み重ねを通じて標準的な扱いや指針、基準が形作られていくことに期待したい。合わせて何よりこの種の問題は多くの人々の理解抜きには落ち着きの良い解決は望めないのであり、社会全体で議論さでコンセンサスが形成されていくことが望まれる。なお本判決はトイレを含め不特定または多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用のあり方について触れるものではない。この問題は機会を改めて議論されるべきである。まあ何を言ってっかっていうとですね、白黒つけるのは現時点では困難である、今後の社会全体での議論の積み重ねに期待するって最高裁は言ってんですよ。NHK はじめ
メディアはこれを何と報道したかっていうと、制限認めた国の対応は違法、性的マイノリティの人たちの職場環境に関する訴訟では最高裁が判断を示したのは初めてで、他の公的機関や企業に対応などにも影響を与えると見られます。まるでですね、内申女性の体が男は女子トイレ使っていって最高裁が言ってましたみたいな誤解させる報道でした。最高裁は全く違法だなんて言ってないのに影響を与えると見られますは NHK の感想ですよね。これは NHK がですね、何としても影響が出てほしいっていう NHK の願望です。まさしくですね、それってあなたの感想ですよね。読売、トイレ使用制限違法、産経、トイレ使用制限違法、これ新聞の見出しですね。朝日、職場トイレ使用制限違法、毎日、国のトイレ制限認めず。新聞全部嘘報道、最高裁は白黒つけらんねえやこんなの。社会全体の議論に期待するわって言って放り出してんだから、産経もダメだった。あ、 NHK スクランブルでも報道戦時点でね、嘘つき新聞村側、産経も嘘つき新聞村の一員なんですけどね。紙の新聞、環境破壊、読んでるあなたも同罪です。今すぐ購読やめましょう、子孫に緑を残しましょう。こういうアナウンス作ってですね、朝日新聞社の前でこれ流したいんですね。日頃SDGs だの、綺麗事ばっかり言ってんだから文句つけらんないんだろ。これ思いついたのは警察の車両がアナウンス流しながら回ってんですよ。こちらは警視庁です、税金が戻ってくるという電話は詐欺です、すぐに電話を切って110番ってすげえ言い切ってんですよね。税金が戻ってくるっていう電話は全部詐欺って言い切ってて、なかなか耳に残っちゃってですね。だから紙の新聞、環境破壊って言い切っちゃってもいんなねえのかな、その方が耳に残んじゃねえのかななんて、考えまして、これ思いつきました。朝日新聞のピークは33年前、1990年、超有刊セットが2062万部売れてたので、今年は289万部もうちょっとですね。10分の1にはなってないのか、15% ぐらいになっちゃってね。もうちょっとで朝日新聞滅ぼせますね。朝日新聞、マイナンバーカード返納相次ぐ、これまでに45万件も。日経新聞、返納は318件、大きく違うんですけど、これはね、朝日が亡くなった方の返納、カード返納も、あと更新忘れて失効した人の分もカウントしてるからなんだって。年間約160万人が亡くなるんで、まあ3ヶ月もしたら約40万人亡くなって返納もするわな。全く朝日の悪辣さときたら、朝日が倒産したら私幸せ無限大なんですけどね。ベルン大学、極左は自己愛性人格障害プラスサイコパス、迷惑行為、愉快犯や掲示板荒らしと同じです。朝日の嘘は性質によるものですんで永遠に治らないし、荒らしと一緒でですね、なんでそんなことするんだって詰めても無意味、荒らしたいから荒らしてるだけでそれ以上の意味ないっすね。もう治らない朝日の嘘つき癖は、制限するか滅ぼすしかないと私は思ってるんですけど、どうでしょう。嵐はね、アクセス禁止とか、ブロックとか、そういう手段で、対処しますけど、カード返したってね、ナンバーは消えないのに、300人の返納パヤさんたち、頭悪すぎですね。そんなふうに、ラサール石井もいるって話なんですけど、学校の成績と知性は比例しないですね、全く。無関係ですね。鳩山幸雄も東大だしね。それに波の知性があればパヨなんかやってられませんからね。IAEA の福市処理水は国際基準に文句垂れてるパヨもですね、最近はですね、反知性派って呼ばれてます。反知性派、反科学派とか呼ばれて、こんなん笑いますよね。自然界の放射能は綺麗な放射能、これですね。なあ兄ちゃん、
温泉？何温泉だっけ？ゲルマニウム温泉じゃなくて何温泉？忘れちゃった。ちょっとど忘れしましたけど、なんとか温泉なんだっけな。ああ思い出せない。ど忘れしちゃって。の放射能はどうなんだ。あラジウムだ。ラジウム温泉とかラジウム卵とかどうなんだって突っ込まれたパヨドモンはですね、自然の放射能は綺麗な放射能、原発の放射能は人工だから汚い放射能とか言い出して、中国の核は綺麗な核、大真面目にこんなことを大声で言ってんだからパヨがバカにされて当然ですよね。反知性派、反科学派、かけや先生、筑波大の工学部の助教授、インプットとアウトプットがはっきりしている工学部でパヨるやつはおらんわって、言っておりました。工学部で非科学的なでいることが難しいですからね、納得いたしました。こういう装置を作って電流をこう入れたらこういう結果が出るってもう決まってんだもん。あるいはですね、こういう結果が出なかったのは中がこうなってたからって決まってんだもん。なかなかパヨるやつおらんよ、工学部には、おっしゃってましたけれども、立憲民主党新しい政策ポスター、今の保険証を守ります。で色も赤になっちゃったんで、一般派の、なんでそういう発想なの。使い回しできなくなると大変都合が悪いようだな。使い回ししてる外国人は選挙権ないでしょうが、紙のままでいいが顔写真つけろ。正直に保険証不正利用を守るって言え。マイナンバー制度にはそもそもお前らが始めたんだろうが、紙の保険証を愛している、手放したくないなんて誰も思ってないことに気がつかないんだろうか。マイナンバーカードはすでに9000万枚発行されてるんだけど、なんでマイナー狙うんですかっていう、なんで少ない方を狙うんですか。保険証不正利用を守りますとは言えないしな。なんでって聞かれると、まあ弱いですよね。不正利用を守りたいからですっては答えらんねえから、なんでなんでなの、なんで紙の保険証いいの、聞かれるとまあ困っちゃうんですよねあいつら。紙の保険証の利用回数は年間20億回だそうであります。してみると1人が20回使う計算ですけど、そんなに使わねえやな一般の人はな。で使う人が毎日行って使って平均上げてんのかな。ご記入や執行後の使用は年間500万件、マイナカードのミスは今まで7312件、なのになんで圧倒的に少ないじゃんマイナカードのミスの方が。でもよかった立憲が相変わらずバカで、というか反知性派でなんかかっこよく聞こえますね、反知性派っていうと。時間はかかっても消滅は間違いなさそうですね。さすが共産党、立憲の上を言っていた。マイナンバー制度の目的は社会保障費の削減だ、けしからん。一般判断です。何が悪いの不正使用を自白してて草。政府の病院はしごも問題だからな。これ生活保護者は医療費ただなんで、病院はしごして薬どっさりもらって転売してお小遣い稼ぎ、こういう犯罪がある。不正ができないようにするためでしょう。無駄な費用は削減しないとダメでしょう。被害を減らすためなんだが、何が問題。共産党、不正使用者の味方です。不正使用をやめたくないって聞こえるんだよ。だけど、マイナンバーカードに変えて減る分の社会保障費って今までどこに使われてたんですか。ひょっとしたらですね、生活保護者のその薬の転売、病院はしご、共産党の資金源になってるかもしれないですね。しのぎっていうんですか、反知性の共産党らしくて大変よろしいな。社会保障費の削減だ、けしからん。赤旗編集部もですね、これなんかおかしくない、不正使用を守りますって言ってね、気がつかれもんかね。赤旗内部もですね、相当に高齢化しているとは思うけど、これ気がつかないもんかな。ますます知性ある人っていうか、まとも頭がまともな人に軽蔑され、嫌われ憎まれてく未来が見えて何よりであります。こいつらも昔はなんつーの、インテリゲンチャは共産主義
みてえな、そういうイメージ作りたくて一生懸命やってたんですけど、今あのパヨってんのバカバカってバレちゃいましたもんね。朝日新聞社内にニューヨークタイムズ日本支部があり、ニューヨークタイムズ社内に、同じビルに朝日新聞のニューヨーク支部があるっつう、ズブズブっつうか同じ人間書いてんじゃね、疑惑さえあるニューヨークタイムズなんですけれども、ここもあのやっぱり経営が苦しいみたいで、スポーツ部閉鎖するわ。35人、いるそうなんですけど、閉鎖、その人らは他の部署行ってもらうわ、今後スポーツ記事は外注するわって、発表になっておりました。一般判断です。アメリカの朝日新聞みたいなもんだし減るわな。力関係は向こうの方が上っぽいが、抜本的な経営改革で電子化に大成功したっていう設定はどうした。そんな記事あったんかな。ニューヨークタイムズが真実か怪しい赤記事書いて、朝日が海外紙も報道なんて取り上げて、朝日が感想たっぷりの赤記事書いて、ニューヨークタイムズが日本の朝日新聞も報道って永遠にキャッチボールしてられる一蓮托生の新聞村の村人であります。こいつらはニューヨークタイムズはですね、朝日新聞が持ち上げるもんで、日本じゃ有名ですけど、地方紙、所詮地方紙、ニューヨークにしか、読む人いない。嘘ばっか の東京新聞みたいなもんでして、協力関係にはですね、朝日が持ち上げんで、日本では名前が知られてますけれども、地元じゃそんな力ない。アメリカでは紙の新聞現象が日本より進んでて、新聞社はどうも苦境だそうであります。こういうとこだけは、アメリカを見習えって、言いたいですね、声を大にして。というわけであれだって、最高裁の判決、決めらんねえよ、白黒つけらんねえよ、社会全体で今後もう議論積み重ねてよっていう判決を NHK も読売も産経も朝日も毎日も、違法、制限、使用制限は違法って大嘘、全部のメディアが大嘘報道しちゃって、これじゃあ民主主義が歪められますよね。民主主義の一番の敵ってデマとか嘘だからね。誰に投票していいか参考にする情報が変なんでは、民主主義そのものが、歪んでしまうのはまあ当たり前ですよね。まあまあパヨがこんな今でも強いのは、もう80年近くそうやってきたからだろうな。今後はそうはいきませんけれどもね。7月15日、新橋で、7月29日、代々木で制作報告会やりまーす。場所や時間は動画説明欄、もっと見るをクリックしてご確認ください。来てねー。デトックスジャパン。